清楚で可愛らしいイメージが強い坂道グループですが、中には仕事やプライベートでキスを経験しているメンバーも少なくありません。恋愛禁止のアイドルグループが多い中で、メンバーのキス経験はファンにとってもショックが大きいですよね。そこで今回はキス経験がある坂道メンバー10人のメンバーを紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。生田絵梨花。舞台女優として才能を開花させている生田絵梨花さんは、ロミオとジュリエットという舞台でキスシーンの経験があります。キスシーンの回数は稽古を含めると1000回を超えると言われており、一部のファンの間では、いくちゃんまでキスシーン立ち直れない、耐えられないとショックを受けるファンもいました。生田さんは、アイドルとしてこの作品に参加するわけではないので身を委ねたいと意気込みを語っており、舞台女優として成長していく姿に応援の声もたくさん上がりました。また生田さんは2022年1月に公開したコンフィデンスマン JP 英雄編にも出演しており、作品内でキスシーンが披露されています。歌やピアノなども得意で、乃木坂46一の才女と言われている生田さん、多彩な才能を生かし、これからも活躍してほしいですね。白石麻衣。乃木坂46一期生として人気を牽引してきた白石さんも、映画でキスシーンに挑んでいます。2016年9月に公開された映画闇金牛島くんパート3で、白石さんは初キスシーンを披露しました。キスの相手は俳優の本郷奏太さん。初キスシーンについて白石さんは、緊張はしましたが、キスシーンだからという特別なことはなく、落ち着いて演技ができたなと思いますとコメントしています。キスシーンについては、当時のメンバーだった生駒里奈さんがすごく食いついてきたらしく、劇場で絶対に4回は見るねと張り切っていたそうです。スキャンダルもなく、男の影も見られなかった白石さん、女優としての成長を喜ぶファンが多い一方で、一部のファンの間ではショックで立ち直れなかった人も多かったといいます。山下美月。乃木坂46の山下美月さんは、テレビ東京で放送されたドラマ「じゃない方の彼女」で濱田岳さんとキスシーンをしています。山下さんは濱田さんの不倫相手役を演じており、後ろからのハグ、そして数秒間にわたる長いキスを交わしました。現役アイドルのキスシーンに、一部のファンは濱田岳に嫉妬しそうとショックを隠しきれませんでしたが、不倫相手という難しい役を見事に演じきり、女優として確実にステップアップを踏んでいます。西野七瀬。西野七瀬さんは、乃木坂46卒業後に出演したホットママというドラマで千葉雄大さんとキスをしています。ドラマの中では、西野さんの方から千葉さんに、してみる？キスと誘い、10秒以上にわたる情熱的なキスシーンを披露しました。清楚系アイドルとして活躍してきた西野さんでしたが、ドラマの中では薄着で寝起きの姿なども映し出され、ショックを受けるファンも少なくなかったそうです。 SNS では、こんな濃いキスは必要なのか、キスするにも長すぎるといった嫉妬の声が一部のファンから上がりました。また西野さんは、あなたの番ですというドラマでも横浜流星さんとのキスシーンも演じています。頬にキスした横浜さんに、西野さんが、それでおしまいですかと囁き、2人は唇を重ねました。西野さんはその後のバラエティ番組で、恋人役をちゃんと好きになったりしますかと共演者に質問したり、横浜流星さんとの共通点が妙に多いことから熱愛疑惑も浮上しました。堀未央奈。堀未央奈さんは2019年に公開されたホットギミックでキスシーンを披露しています。公開前から、キスシーンはあるのかといろいろな憶測が飛び交っていましたが、蓋を開けてみると、予想以上にキスシーンが多く、ファンの人は相当覚悟を持って見ないといけない、キスシーン多くてびっくりしたという声が一部のファンの間で湧き上がりました。堀さんはこの作品について、全力でお芝居と向き合ったので、そこでわーわー言うのではなくて、ちゃんと作品として見ていただけたらすごく嬉しいとコメントしています。斉藤飛鳥。斉藤飛鳥さんは、映画あの頃君を追いかけたという作品で山田裕貴さんとキスをしています。シーンは物語の終盤、ウェディングドレスに身を包んだ姿で斉藤さんはキスシーンに挑んでいるのですが、その姿が綺麗だと話題になりました。斉藤さんはインタビューで、生々しくないので綺麗だと思ってもらえたらとコメントしています。相手役の山田裕貴さんは、現役トップアイドルである斉藤さんとのキスシーンに葛藤を抱えていたと明かしています。また、斉藤さんがデビューしたのは中学1年生、当時13歳だったことから、
このキスが初めてのキスなのではないかと一部のファンの間でささやかれています。松村さゆり。松村さんは路上キスをしているところを週刊誌にキャッチされたことで知られています。ハグをしたり見つめ合ったりする姿がスクープされ、ファンに大きな衝撃を与えました。相手は妻子持ちで仕事でも関わったことがある人物だと言われ、ショックを隠しきれないファンも多かったようです。しかし実際は既婚者であることを松村さんは知らなかったらしく、その時も酔っ払っていたためこのような行動をしてしまったとコメントしています。これをきっかけに松村さんはノイローゼに陥るほど追い込まれてしまい、楽屋でも隅っこにいることが多くなっていったそうです。辞めることも考えたそうですが、周りのメンバーが必死に支え、松村さんは乃木坂46での活動を継続しました。世間を揺るがすほどのスキャンダルだったのにもかかわらず、松村さんの人気にはそれほど影響を与えなかったのは、彼女やメンバーの頑張りがあったからかもしれませんね。菅井優香。欅坂46の菅井優香さんは初めての主演舞台でノンスタイル石田さんと俳優の三方涼介さんとキスを交わしています。清楚系のお嬢様として人気を博していた菅井さんの濃厚なキスシーンは一部のファンの間では落胆の声も上がりました。一方で菅井さんがキスをしている写真を見ると、口を開け歯でキスをしているように見えることから、菅井さんはキスが不器用なのではないかという声が一部のファンの間で広まり、安堵した人も多かったそうです。菅井さんは女子校育ちで大学でも恋愛経験がなく、男性と手をつなぐのは握手会が初めてと明かしており、キスが不慣れなのも納得できそうですね。若月由美。若月さんは乃木坂46加入直後にキスプリクラが流出してしまったことで知られています。短い間で2度も流出しており、どちらも乃木坂46の加入前であるものの、濃厚にキスしたツーショットプリクラはファンに大きな衝撃を与えました。乃木坂46が結成されて間もない頃だったことから、一部のファンの間ではイメージが崩れた、大事な時期なのになど落胆する声も少なくなかったそうです。報道を受けて運営側は若月さんの活動自粛を発表しましたが、加入前の写真を掘り返されて批判されてしまうのはちょっとかわいそうですよね。志田真奈香。欅坂46の1期生としてデビューした志田真奈香さんもプリクラが流出してしまったことでキスの経験がバレてしまった一人です。地元の彼氏だとされる男性とキスしているプリクラがネットに流出してしまい、一部のファンが落胆する事態になりました。クールなルックスで欅坂のイメージにぴったりだと言われていた志田さんは、スキャンダルから2週間もしないうちに活動を休止。その約半年後、欅坂46のオフィシャルサイトにおいて、休養中の志田真奈香ですが、この発表をもちましてグループから卒業することになりました、というシンプルな文面で活動終了を告げられました。現在志田さんは芸能活動を続けながら YouTube チャンネルを開設、1時間で 14,600人以上が登録するなど、その人気は健在のようです。ということで今回はキス経験がある坂道メンバー10人をご紹介しました。キスシーンでショックを受けるファンも多いと思いますが、キャリアアップは欠かせないステップなのかもしれません。アイドルにとどまらない坂道メンバーの活躍に今後も期待したいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。